日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんとそして大谷さんには電話で出演していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今週は中山で弥生賞ディープインパクト記念が行われるんですが、まずは先週のおさらいからいきましょう。まずは中山記念ですね。シーイグアスが、金牌に続いて勝利、金牌金牌っていう結果になりましたね。東西の金牌馬同士っていう、ね、はい、なんか本当に珍しい組み合わせでした ね、 ね、はい、なんか1006と2000の間を取って1008で東西金牌馬同士っていう ね、 ね、本当なんか、うん、なんか方程式成り立ったなっていう感じのあれですよね。競馬って簡単だね、はい、って思いますよね。終わってみれば、はい、そうなんです、終わってみればなんですよ、はい、いや、まあ何が想定外ってさ、バビットがウィンイクシードにあんなに絡まれたこともうあのその前にあのレシステンシアが圧勝したのでチッと思ってて、あの武田さんがまた調子ぶっこくなと思って、でバビットにウィンイクシードがこう絡んでいた時によし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 って思って、あの前半 1000m が57秒台っていうのを、うん、あの聞いて、うん、よしと思って見てました。まあただ、はい、真面目に話すればその前の土曜日の段階で、はいはい、メインレース1分31秒台の時計出たじゃないマイルで、はい、いやバビットのパパじゃねえなと、うん、はい、金曜発表の芝のクッション値が 12.1 だったかな、うん、今までにない硬いババ。そうですよね、うん、まあ今までになく硬いババでもなんかその前の AJC を思い出して、うん、その前の競馬を思い出して、いや硬くても前からそれなりにね、はい、あのクッション値自体は低かったわけではないので、うん、それでもまあ時計は中山って他城に比べてすごい遅かったじゃない、はい、ここのとこ、うん、そんな時計出ないだろうと思ってたんだけど、いやいやあれ当てが外れたと思ってね、はい、うん、正直あの絡まれたのは想定外だけど、それ以前からバビット本命に自分で疑いというかね、はい、いや失敗したなっていうのはありましたね、うん、このシーグアスは金牌からの重賞2連勝なんですけど、これは本物と見るべきですか、うん、大谷記者どうですか、堀久社担当。そうですね、うん、ちょっと、まあ、シーガースも1008でこういう早い時計になった時はどうかなって思ってたんで、はい、一気に持ち時計、これまで自身1008だと48秒0でしか走ったことがなかったのが、うん、こんだけ時計詰めてのこの強い勝ち、はい、ぶりですからね、うん、まあ、ハーツクライさんクラシックここに来ての成長著しいなと感じましたね、はい、うん、うん、なるほど、そうですよね。そう、難しいのはさ、はい、じゃあ40、まあ、4秒台だったけど仮に45秒ちょいちょいぐらいを想定してたとしても、じゃあシーバース素直に本命できるかっていうと難しいところがあるんだよね、うん、はい、そうですね。それと俺ずっと堀厩舎の馬本命してたから、そうそう、だから今週も堀厩舎だったじゃんと思って、それもシーグアス本命にしづらかった、うん、あ、なるほど、さすがにもうみたいな感じで、なんか単に堀厩舎好きなのかよみたいな思われるのも困るねまあでもね、そうしてたら当たってたのにねというところもありますが、大谷さんのウィークシードはあの絡んでいて3着獲得した。そうですね、はい、まあね、ちょっとこう後ろからの馬への馬にね、こうセーフティーリードを取りに行くってなると、ある程度こう前をつついてペース上げていくのをしょうがないけど、ちょっとやりすぎたかなっていうような感じですね。まあよくあの競馬で首半馬審査3着ですか、でも本当強い3着だったと思います。そうですよね、そう、ウィンが3着なだけにバビットのこと何も言えないんだよね。まあ、クラジュゲリエさんは9着なので私も何も言えません。はい、はい、まあ、しゃあないですね、はい、単勝3000はもうしゃあないわ、はい、こっちの方に重きを置いたのがちょっと失敗だったな。あ、逆だったらねプラスになったのにねまあでも全体的にプラスだからもういっか、はい、では続いて阪急杯です。レシステンシア強かったですね。まあこっちの方があれだったかな、もともと成績が安定してるだけにね、はいはい、まあ一言で言って強かったです、うん、そうですね、お二人とも当たりですね。
本命はね、まあ、あの市場の3連単も当たってるんで、はい、仮に阪急杯の3連単で行ってたら8万円ですよ。あ、残念でしたね。フェブラリー10万円ですよ。そうですよね、18万でもう終わってるよこのシーズンも。そうですよね、本当だったらまああと8回続くわけですねもう左内輪で、はい、そうですね。まあ、まあ、レシステンシアの今後っていうと考えたらまた強い牝馬がっていうことになるんだろうけど、はい、でも難しいよね、千里の馬とも思えないし。うん、そうだからね、高松の宮でじゃあどうなのかなというのもあったり、で高松の宮行ったらどの道カレン・モエとの兼ね合いもあるし、はい、北村雄一君まずクロノジェネシスでドバイ行くみたいだから、はい、そうですね、はい、まあそういう安城の問題で、ビクトリアマイルに行ったら NHK マイルの時輸送でかなり体減らしてるんだよね。とじゃあ次はどこなんでしょうっていう、うん、なんか専用は強いけど、そうですね、うん、なんか千里に行ってもめっちゃ強いやつもいるし、なんか千里の速さってのは感じな、うん、千里だと本当に他が速いからね、はい、うん、なかなか今後はどうなのかがちょっと注目ですね、うん、これから注視していかないとというところですね、うん、はい、おめでとうございます。早くもプラス確定です。武田さんもお日が立ちわです。私はマイナスです。さあ、それではさらっといって今度は弥生賞ですはい、弥生賞は、はい、こういう予想なんですね。なるほど、うん、はい、なんか10頭立てってね、本当に今年の3歳戦ってあんまり頭数揃わんな、重賞になると、はい、まあオープン特別もね、はい、そうですね、うん、はい、まあとりあえずまずは大谷さんから伺いましょうか。伺いましょうか、はい、シュネルマイスター、はい、私はシュネルマイスターにしました、はい、まあそうですね、ここまで2戦2勝なんですけど、まあ、特に前走が、勝ちっぷり強烈でしたね、うん、まあ前半ゴハロン59秒9マイルにしてはそこまで速くないかなっていうペースだったんですけど、中段で折り合いついて、でちょっと勝負どころ、もうこうね、前前にも左右にも馬がいて動くに動けないような形だったんですけど、直線向いて前が開いたらもうそこからノーステッキで抜け出してきて、で本当先頭に立ったラスト一波論過ぎから、そこだけで2着に3馬審査ですか、まあちょっと一言で能力が違ってるかなっていう勝ちっぷりでしたね、うん、はい、まあこれで2戦2勝、戦後戦6ときてて、今回、ね、はい、やっぱり2000メートルがちょっと気になるところなんですけど、はい、まあね、現時点でこの完成度の分で、こなしてくれないかなっていう思いと、まああとこのまあすごい折り合いが良くって、稽古なんか見ててもこうどっしり先進的に安定しているし、まあ競馬に行ってこう注文つかないタイプなんで、うまくコーナーコーナーで息を入れられるんじゃないかなと思います、うん、まあ、あと血統的にもですね、まあ、お父さん、マイラーのキングマンなんですけど、これ団地比系のマイラーなんですけど、母系がですね、今流行りのって言っちゃあれですけど、こう、ね、よく走る馬が出てるドイツ系の母系なんですね。そうですね、まあ、お母さんが、フランスの、あ、フランスはすみません、ドイツの 2200m のオークスを飼ってるオークス馬で、はい、母の父も、ドイツのリーディングサイヤーですね、ダービー馬2頭出してます。まあこの母系の血というかこう重厚さに、お父さんのマイラーとしてのスピードを決めてが加わって、まあ、この配合で今の時点の 2000m だったらこなしてくれるんじゃないかなっていう期待も込めての本命です。そう、なんか1500、1600ってきて2000どうかなっていうところで結構悩ましいところではあった一頭でもありました。そうですね、はい、でもまあレースぶりがこうねスピードを任せに勝っていくっていうタイプじゃ全然ないんで、はい、どっちかっていうとなんかレースぶりから2000ぐらいあっても良さそうかなっていう印象も受けるんですね、はい、
なんとも珍しいサンデーレーシングの丸買い。うんね、そうですね。はい。ちょっとこれはちょっと、もしかして結構種牡馬にしたい期待も含めての決闘なのかなって感じもしますよね。それもあるね。うん、やっぱり、ね、いろんな血をね、やっぱり持ってこないといけないから。うん、はい。まあ、今、大谷記者からも話ありましたけど、うん、キングマン。はい。ね、パソコンでキングマンって検索するとヤフーなんかでキングマンボではありませんかって必ず出てくるんだけど、うん、でしょうね、うん、そうだよね、はい、キングマン2014年、はい、欧州の最強マイラー、うん、セントジェームスパレスステークスとかサセックスステークスジャックルマロワ賞、もう最強のマイラーとだ、まあ、フランスだね、うん、イギリスフランス、はい、とドイツ決闘、そうですね、はい、いやーすごいの持ってくるなって感じですよ、ね、本当に、ね、うん、これが日本のスピード系にどこまで対応するんだか、そ う, そ, う そ, うそうなんですよ。でもなんか、あの抜け出してからの感じで言うとちょっと軽い感じがするから、うん、なんかね、こう 重い感じはしないというか、うん、ありますよね、まあ、いろんな意味で注目ですね、この馬 ね、そうですよね、はい、ということで大谷さんの本命はシュネルマイスターです。そしてはい、今週調教もあるのか、はい、調教のことは大谷記者喋ってくれましたからね、はい、はいはい、そうですね、はい、お、今度は武田さんね、はい、武田さんの本命ですか、うん、うん、あの大谷記者に無印にされてますけど印が回んなかったですね。共通点はね、共に丸買いなんだよね。あ、そうですね、はい、丸買い本命っていうのは、まあ、別に意識してやったわけではないですけど、まあ、前からちょっと調べててね、はい、今年思ってたのが、うん、以前に比べて丸買いが盛り返してるのよ。うん、はい、まあ、本当に古い話すると、まあ、これはちょっと区切るのが難しいね。2歳戦で調べたところ、はい、95年産の丸貝ってのがね、2歳戦で99勝、うん、あと一歩で100、はい、これ何の世代かっていうと今26歳でグラスワンダーなんかの世代なんだよね。ああ、グラスワンダー、うん、なるほど、はい、この頃ね丸貝の勝ちくらいピークなのよ、はい、でも自然と今減少に転じて、まあ、2000年代半ばぐらいに生まれた馬ってのは2歳戦で20数勝しかできてないんだよね、はい、結局サンデー系、あるいはもう、まあ、ディープを筆頭とする、はい、まあ、その辺の方が ね、当然計算できるし、はい、関税もかからないし、うん、ところが、まあ、今の3歳世代って久々に36勝もしたんだな、まあ、30勝台だから昔に比べたらそれでもね全然少ないですけど、はい、丸貝の勝ち蔵は徐々にではあるけど増えてきているんですよ、うん、徐々にこうなんか重賞のレースとかにもこの、あ、この馬なんだろうっていう馬がね出てくるっていうかね、 その時にあ、ちょっと調べようみたいなことになるっていうか、ぱっと見すぐに血統がよくわからないっていう、はい、そうそういうの増えてきたなって思います、うん、確かに、はい、ゴールデンシロップ、はい、これ本命なんですけど、うん、父ハバナゴールド、はい、どんな馬か知ってますか？もうこれは分からないですね。キングマンの1年前、うん、2013年、うん、まあこれもマイラなんだよ、はい、まあマイラなんだけど、まあキングマンよりはるかに落ちて、はい、フランスの G1 ジャンプラ賞っていうのの勝ち馬で、まあ、はい、G1 勝ちってそれぐらいしかない、うん、そんなすごい血統の馬ではないんだけど、うん、はい、今年ちょっとねゴードルフィンの丸貝結構当たり年なんだよね。なるほど、はい、だいたいまあゴードルフィンだと丸貝と日本の方でね生産した馬と割合どんなもんだろうな、そんなに丸貝がねゴードルフィンでも多いわけじゃないですけど、うん、はい、今の5歳世代4歳世代が2歳児に1勝5勝だったの、はい、今の3歳世代って9勝したんだよ、ね、はい、
まあ、ニュージーランドじゃない、自分の字見て間違えた。新潟2歳、はいはい、N と2見てニュージーランドって、分かる分かる、はい、新潟2歳ステークスバーはショックアクション、はい、おー、ダートの大物レモンポップ、うん、で新馬と襲名陸賞買って朝日杯使ったのかな、ブルースピリット、はい、結構オープン馬いるんだよね、うん、でこのゴールデンシロップっていうのは、まあ、前走ね、東京の未勝利戦1分46秒7の高度計勝ち、はい、まあそれでなんで未勝利の高度計勝ちを引っ張ってきたかっていうと、ダノンザキットのホープフルステークス2分2秒8、はい、まあ、はっきり言っていくらのこの時の中山時計かかるって言っても、うん、まあ地盤のレベルじゃないですよ、うん、未勝利レベルとまでは言わんけど、はい、まあ G1 馬には違いないけど、 G1 馬として記録的に考えるにはちょっとあれかなということで少し割引、はい、で京成杯組も今年まあちょっと馬場もあったしスローもあったしで時計平凡だったらちょっと穴も狙えるんじゃないのかなということで今回取り上げました。はい、まあ、木村厩舎でね、ゴドルフィンで、うん、マルガイといえば去年ダーリントホールね共同通信杯勝ちましたけど、はい、まあこれとダノンザキッドとシュネルマイスターこの3頭の 1、2着ということで3連単はフォーメーションを組んで、はい、で残りはまあ副賞に回そうかなという、はい、まあ、副賞でもそこそこねつくと思うんだ、つきますからねきっとね、うん、はい、まあプラスなんで余裕っすわ。そういいですね、はい、はい、そして私はですね4番タイトルホルダーを本命に考えました。というかダノンザキットはもう悠々もクラシックもいけるわけじゃないですか、うん、まあ、だからまあもちろん今回も強い勝ち方するかもしれないんですけど、それ以外のもなんかちょっと足りない、ちょっともうちょっと欲しいっていう子たちがもうなんとか権利を取らなくてはいけないのではないかということで考えてそれを考えると、例えばシュネルマイスターがじゃあ、うん、距離はどうかなとかいろいろ考えていくと、結局このタイトルホルダーが、まあ、ダノンザキッドと、まあ、戦ってトースポハイは、まあ、2着に敗れてホープフル4着に敗れてはいるんですが、ホープフルのなんかレースをとか見てもその最後こう パタッっていうかね、そういう感じではなくて最後まで結構頑張って走ってるなっていう、そういうなんかあの、ね、粘ってんなこいつと思ってただそのちょっとねあの体調がどうなのかなっていう心配のところもね大谷さんちょろっとありますけど、まあでもはい、まあね、うん、気にしなくてもいいと思いますよ、はい、そうですね、それぐらい、はい、それちょっと心配だなと思うんですけど、木曜日の調教がそんなに悪くなかったっていうことなので、あの今回はこのタイトルホルダーにしました。やっぱりちゃんとあのホープフルで中山の 2000m 走っているというこの経験値は大きいんじゃないかなということで、うん、3連複でいきたいなと思います。はい、はい、ということで大谷さんの本命はシュネルマイスター、武田さんの本命はゴールデンシロップ、そして私がタイトルホルダー本命ということで、さてさてどうなることやらですが、ぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います。そしてなんかお知らせがあるみたいです。うん、まあ私からのお知らせではないんですけども、はい、大谷記者家でペット飼ってますか？うちは飼ってないです。目黒さんは飼ってますよね。そうですよね。私は犬を3匹飼ってます。はい、犬派ですね。いや、猫派なんです。猫派なんだけど、うちあの旦那が猫アレルギーだから犬を飼ってるんです。そうですか。でも自分家の犬が一番位は高いです。最高位です、猫派の皆様のために、はいはい、なんと日刊現代からこんなものが出ました。はい、日刊にゃんだいです。にゃんだい、にゃんだい、にゃんだいってにゃんだいって話ですけど、まあ、本当にね全ページ猫。武田さんは何派なんですか？俺、うん、動物が苦手です。私ね動物が好きな人に悪い人はいないって思ってるんだけど、ここにいた。うん、あ、いい人じゃないんで。そうなんだ。はい。5日の金曜日から、はい、全国とは言えないんですけど、
あのコンビニで等で発売しておりますので、はい、猫派の皆様よろしくお願いします。あのこんなところを写真にいっぱい撮ってくれてるのとか、でこうフェチのねところとか、あとあのちょこっとお見せしますね。そうですね、はい、こんな感じですね。でこの縦になあ横になってしまってるのがあのカレンダーになりますので。そう、これカレンダーなんですよ実は。かわいい、やだ、かわいいですよね本当に。ですね、はい。あ、逆さまかな、逆さまでしたね、はい、と、はい、いう感じで、あの鳴き方とか尻尾の動きとかあって仕草でその猫の気持ちが分かるっていう、そういったあのコーナーもありますので、ぜひぜひ猫好きの方、そしてこれから猫を飼ってみたいなという思う方、ぜひお買い求めいただければと思います。で馬好きな方は来週も懲りずによろしくお願いします。そうですね、ぜひお願いいたします。皆さんでは栄養賞も頑張ってくださいということで、今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました、うん。